まずは私無限アパレルの竹じゃこの無限アパレルでは知識とこそよく掛け合わせで自分にしかできないスタイル、自分がかっこいいと思うか自分で選んでいこうというチャンネルになっております。概要欄にはメンバーシップ、お買い物、古着屋、ライスアップ、アマゾンはじめのリスト X も解説したからチェックしてやってくれ。5月の10、11、12、3日間の東京町田でわし独立して初めてのポップアップを行うし、5月の11日は18時から夜営業みたいな感じでオフ会も開催させてもらうし、大阪の古着屋さん、ジエンドさんと一緒に開催するけ、ぜひみんな関西近、関東近郊の方は振って来てくれたらわしは嬉しく思いますぞ。今日もファッションの話をしていこうかなと思っとったんだけど、この間ね、常田大輝さんになりたい人、真似したい人、これ見てくれっていう感じで動画を上げた動画があってね、よかったらそっちの動画も見てみてほしいんだけれども、それの切り抜きを自分でやって上げとったりして、こうふとね、自分の動画よく見返したりするんだけど、あれこのコーデ出せるかなって、わし、なんかね、純粋にちょっと思ってしまったんですよ。自分で作ったコーデが後で見返して、おい、これ出さないかと。常田大輝さん的な、このやっぱイメージをダメージアイテムのところから、ダメージアイテムの着こなし方っていうのを言って、普通に着たらダメージアイテムこうなんじゃけど、とことん着切った、着方をするんじゃったらこうだよって言って提案させてもらったのが今、まさにわしが着とるこのコーディネートなんじゃけど、これを時が経って改めて見てみると、おいおい、わしこんな着方せんなっていうのは思ってしまったんで、よくビフォーアフターみたいな感じでこうコーディネートを紹介すると、ビフォアの方が僕にはおしゃれでかっこよく見えましたっていう方もおるんじゃけれども、これはあくまでわしの好みの中でわしが着るんじゃったらダサく見えてしまったっていうところじゃから、あくまでこうわしがダサく思う理由、原因とその改善方法という形じゃから、あんまり対はないんで、皆さんそんなにこう深く考えてほしいんじゃけれども、こういったスタイルに確かに違和感を感じる方とか、なんか自分のスタイル納得しとんじゃけど、もっとなんかいろいろできんかなと思ってる方にとっては参考になる動画になりゃええなと思ってるけ、よかったら見ていってくれ。行ってみよう。今日は自分がダサいと感じたコーデの理由改善っていう形でやっていきたいなと思います。冒頭でも言ったんじゃけど、常田大輝さんをイメージするようなダメージアイテムをとことんやりきる着方としてご紹介したアイテムなんじゃけど、時間を経て見てみると、わしの感覚の中でわしが着るんじゃったらちょっとダサいなって、率直に感じてしまいました。別に他の方が着るんじゃったら、他の方が着るその顔だったり体型だったりとかいろいろあるから、別にあくまでわしが着てこういうアウトプットをすると、わしの感覚ではちょっとダサく見えてしまったっていうところなんで、何度も言うようじゃけど、深く考えすぎないでください。まあ、もうすでにね、この気候に対してちょっと暑すぎるという問題があって、もうめちゃくちゃ汗をかいてきとるんじゃけれども、このコーデがダサく見えてしまう原因、自分の感覚の中で、竹というわしの感覚の中でダサく見えてしまう理由としては、やっぱりこうカジュアルなアイテムのウエイトがちょっと多すぎるというか、カジュアルなアイテムだけで構成されているっていうコーディネートをわしはあまりせんし、わし自身もちょっと苦手な系譜があるから、なんかこうカジュアル要素がすごく強すぎっていうのと、これがもうちょっとこう恰幅があるような、アメカジをするようなこうちょっとがっしりした体型の方とかだったら、よりこうハマってくるところもあるんじゃろうけど、わしのこう、まあ、痩せ型細身で、なんていうんだろうな、なんかこうこういう体型の人間のわしにとっては少しこう違和感があるコーディネートになってしまった結果、ダサいという認識がわしの中で起こった。別に、ええわ、そのコーディネートって思う人もおれば、ああ、おめえが言う通り全然いけてねえわ、おめえのこと嫌いじゃしなっていう人もいろいろおるから、本当にもう100人いたら100人に好かれるコーディネートなんかを作ることはできんのんじゃけど、わしのこのチャンネル見てくださってる方で、竹をイメージしてもらうと、ちょっと竹のイメージからは、なんか逸れた、ちょっと違うようなスタイリングなんじゃないかなと思います。そもそもこのコーディネートを作ったのも、まあ、常田大輝さん的な着こなしをよりグレードアップするならっていう、ある種の前提があった上じゃから、まあ、別にこうわしが純粋に着たいアイテムを着たっていうところではないっていう変なちょっと言い訳がましいところも出てくるんじゃけど、まあこのコーディネートをせっかくね、作ってせっかく見直して自分がダサいと感じたから、じゃあ納得するような着方どうなんでっていうところまでこう提案できれば面白いかなと思います。たかだかね、わしが持ってるクローゼットの中でこう着こなすだけじゃから、もうなんかアイテム全特化みたいな してしまえば自分の好みに合わせられるんじゃけれども、まあまず一つはアイテムをほぼ変えない、これに付け加えるような形で自分が納得いくようなスタイリングにするにはどうしたらいいのかなっていうところ、あとはこのカジュアルのウエイトがかなり良い、ほぼカジュアルじゃって言ったけど、まあ、このデニムだったりパーカーだったり、そういったものがカジュアルをすごく構成する要素だと思うから、このアイテムの中からどれか一つを変えて構成するやり方、もうほぼ原型をとどめないやり方、この3パターンぐらいでコーディネートの改善っていうのを見ていってもらおうかなと思います。まずはほぼ変えずにおしゃれな方法、おしゃれにわしの感覚でおしゃれにできるやり方っていうのをちょっと考えてみてなと思います。
はい、相手の取っ替えせずに足すことでわしらしさを少し表現できるかなと思ったコーディネートをやってみました。どうじゃろうか。やっぱりこのベースをね、アイテムを変えずに足すだけで表現するっていうのは難しいから、少しちょっと無理やり感はあるんじゃけれど、さっきのコーディネートはある種アメカジとかカジュアルのお手本みたいなところがあったから、カジュアルとドレスの比率は7対3か3対7かしらけど、そういう言葉で言ってしまうと野暮なんじゃが、まあ少しそういった割合がカジュアルに振りすぎとったところがあるから、わしもよくあるようなツヤ感のあるようなアイテムだったり、こう綺麗なシューズ、つばの広めのハットなんかを使うことによって、まあアイテムを減らさなくともちょっとこうイメージを作る、ちょっとこうなんじゃろ、またなんかライトな意味合いじゃけど、モードっぽいような雰囲気を足してあげると、まあわしが普段やってるような着こなしにはすごく近くなるんじゃないかなと思いました。足元はキャンパスのスニーカーじゃったところをエナメルのねパテント素材の、シューズに変えることによって、まあこうねカジュアルの中から少しこう綺麗に見えるような要素を加えて、で腰に巻いてるのはまあ普通のなんじゃないパジャマシャツなんじゃけど、これも光沢のあるようなものじゃから、ちょっとこう綺麗に見えるようなイメージというか、ちょっとこう変な人っぽく見えるようなアイテムを出して、でまあ元々はこうハットだけ被っとったんじゃけど、まあよりこうちょっとイメージを作るためにハットの中に、ストールを巻いてコーディネートしてみました。ほんまにあちじゃけな、このまあストールを巻くとすごいストールのなんじゃのこう変な人感というか、イメージがつきやすいから、かなりこうなんだろうモードっぽい、野暮ななんかねライトな言葉じゃけどモードっぽく見えるようなスタイリングにはなると思うんじゃけど、ストールなくてもさっきのコーディネートから比べるとちょっとイメージはかなりこう変えられたところは、アイテムを減らさないっていう前提で考えると、まあ少しできた方なんじゃねえかなと思います。次はアイテムをこう減らして、どんな感じのスタイリングにするかっていうのをわしなりの改善点でやってみたいなと思います。はい、二つ目のスタイリングかな。やっぱり最初のこうビフォアを見てもらって、わしがダサいと感じたあのビフォアを見てもらった時に、王道的な着こなしではあるんじゃけど、もちろんこう作ったのはかなり前じゃからあれなんじゃけど、こうコーディネートとしての重たさがなんかすごく感じられたなっていうのが、カジュアルの比率が高い以外のちょっとこうわしの中でダサく感じてしまった要因の一つなんかなって今ちょっとこう着替えてみてたら思いました。じゃけど内側のロングシャツをね、ベージュのやつを合わせとったんだけど、あれがなんかこう重ね着が多くて首も詰まっとるし、ギュッとして見えたところはあったんじゃねえかなと思ったから、内側のシャツだけを変えて、あとは小物でちょっとちょろちょろ整えはしたんじゃけど、そういう感じでやったらかなりちょっとこう見え方はよりシュッと見えるような感じになったんじゃねえかなと思います。こうね、この黒のパーカーなんかはダメージが入ってるから、ちょっとこうもう今素肌にねあえて着とんじゃけど、軽さを出すためにこう素肌にあえて着ることによって、こうちょっと肌見せとかもできる、あんまりこうなんじゃ男性の方だったらまだやってる人が少ないようなこうスタイリングになって、着こなしてる感がちょっとこうより出たんじゃないかなと思います。そしてこうちょっと分かりづらいんじゃけど、デニムの中にねそのパーカーをこうインして、ウエストをベルトで留めてような着方にすることによって、こうちょっと足も長く見えるような効果も作りつつ、その上に合わせるこのカーディガンもちょっとこうおしゃれ感を変に出すために背中を抜くっていうよりかは、せっかくこう作り出したウエストのこう位置を高くした行為が無駄にならないように、こうカーディガンの丈の背中を抜くことによって、ちょっとこうショート丈のカーディガンを着とるような、さっきの着こなしから比べるとカーディガンの丈がすごく短くなったように見えると思うんだけど、そういう効果を作り出すためにちょっとこう背中を抜いて、ちょっとこう後ろにやる感じで着てあげて、でさらにこうちょっと体のラインとかがやっぱりこうアメカジのコーディネートとか見えづらいから、まあわからんっていう人が多いかもしれんけど、ちょっとこうウエストをマークするようなベルトをさらに上に巻いて、やってみました。構成するアイテムは内側のインナーのシャツを抜いただけでほぼ変わらんのんじゃけど、こういうちょっとこうアレンジを加えてあげるとより着こなしてる感もあるし、アメカジっていう体は保ちつつもちょっとこうわしらしいバランス感が少し作れたんじゃねえかなと思います。どうじゃろうか。これはまあね、あわし的にはいいのできたなと思ったけど、ちょっと動画見てくださってる方にはわからんって言われそうじゃなって思ったんじゃけど、まあ少しずつ少しずつ変えていくとこんな感じかな。一応シューズもちょっと変えて、黒のトリッカーズのシューズにしてみたんじゃけど、まあ少しこうバランスを取った方がまあ個人的には好きかなっていうところはあるし、やっぱりこういろんなジャンル、いろんな幅を持ってほしいって言ってる通り、わしはこういろんなジャンルからやって、最終的なアウトプットなんすかそれみたいなコーディネートがやっぱどうしても好きじゃから、まあ図らずともそういうことになってるっていう点だけはね、分かってもらえたらなと思います。で最後の3つ目のコーディネートは結構とことん変えてしまって、まあこのデニムっていうのはね、わしはあんまり得意じゃないアイテムじゃから、もちろんその辺を克服していかんやいけんなと思ったんじゃけど、デニムっていうのを変えてあげれば、このダメージのカーディガンとダメージのパーカー、この2つは保持したままでも、またギュッと面白いスタイリングがわしは作れるんじゃねえかなと思います。もうこのアチーゲな、このカーディガンを脱いでんじゃけど、まあそんな感じでちょっと最後のワンスタイルやってみようかなと思います。
はい、最後はこのベースを生かしながらもわしらしいコーディネートでとことんやりきったスタイリングにしてみました。なんでそりゃっていうアウトプットに最終になったんじゃねえじゃろうか。お待たせしました。お待たせしすぎたんかもしれんな、やっぱわしはこんな感じじゃろう。やっぱなデニムがね、やっぱりカジュアルの割合をすごくこう印象としてはすごく強くするから、そのデニムはもう大胆に着替えてしまってオレンジ色のトラックパンツにしました。でさっきは素肌の上にこのダメージのパーカー着とったんじゃけど、トーガのよくスタイリングでも使ったんだけどシースルーのラメが入った、まあ、ポリエステルのニット、ちょっと素肌に着とるからめっちゃチクチクするんだけどそれを内側に着てちょっとオレンジをね内側からチラ見せしてあげつつ、ね、わしといえばこれと思ってる人が言うと人もおるんじゃないじゃろうか。ソレストの付け襟をつけて、でまあパーカーも今までこう被ったりはしてなかったんだけどパーカーのフードを被って、より赤ずきんちゃん的なねストレンジなスタイリングになったんじゃねえじゃろうか。本当に出だしのねあのビフォアのスタイリングからすると本当原型をとどめないようなスタイリングになったと思うし、本当に今時期はもう暑いからこのカーディガンいらんなと思ったんじゃけど、ちょっとね、ビフォアのベースがあんまりにもなくなってしまうとこう今回のこのダサいと感じてスタイリングを変えるっていうものの意味がなくなってしまうかなと思ったから、それを通さずにね肩からかけるような感じでちょっとカーディガンつけてあげてっていう感じでスタイリングしてみました。もともとは本当にこうアメカジのお手本、グランジのお手本みたいなこうスタイリングだったと思うんじゃけど、やっぱりなんかアイテムを少しずつ変えたり大胆に変えたりすることによっていろいろなところへ冒険ができるっていうのは、いろいろな動画これまで本当に数百本出してきてるけれども、どの動画にも通ずるところでわしがこう伝えていきたいところ、わしみたいなこうね変なスタイリングと思ってる方、いい意味でも悪い意味でも思ってる方おると思うんじゃけれども、そういう変なスタイリングっていうのは、すごくこうベーシックなスタイリングから距離がある、離れているものではなくて、意外とワンアイテム2アイテム変えるだけで結構人に与える印象っていうのは変えれるんじゃよっていうところは少し参考にしてもらえたり、なんかこいつがこんな感じで飛んじゃったら付け襟まではいけんけどちょっと色が効いたパンツだけ合わせてみようかなとか、そういう少しこうチャレンジする気持ちとか、あやってみようかなっていう思いが芽生えてくれるとわしは嬉しいなと思っております。何度も言うようじゃけれども、最初のビフォアのスタイリングわしはダサいと感じたけれども、そういったスタイリングを否定するわけではなくて、わしが着る上でわしの好みの中でやるんじゃったら改めてちょっと時間取って見てみると、このコーディネートあんまイケてねえなと思ったんで、イケてねえなと思う理由を考えつつ、それを改善するんじゃったらどうしたらええかなっていうスタイリングをやってみただけなんで、いろいろな体型、いろいろな顔の人、いろいろな好みの人がおるのは分かった上だから、そういう人たちだったらさっきのビフォーみたいなスタイリングも似合う人もおるじゃろうし、わしは今の感覚で今の好みでわしが着るんじゃったら、やっぱこういうアウトプットにした方が個人的に今は納得できるかなと思っております。そういったスタイリングにハマる時も来るじゃろうし、そういうのは本当にね日々一刻一刻と変わっていっとるから、好みなんてね、今日言ってることと明日言ってることは全然違います。動画でね、形が残ってるからといって現地を撮ろうとも無駄です。わしは今日言ってることと明日言ってることが全然違います。特にことさらファッションにおいては、好みにおいては、着方においては本当に刻一刻と変わっていくんで、まあそういうこうなんじゃろうか、筋が通ってないとね、なんか男なんかダメじゃって未だに思う人とか、ファッション好きな人って結構そういう思想の方は多かったりするんじゃけれども、やっぱり自分が納得いくもの、自分がかっこええなと思うもの、その時の気分でアウトプットしていく、それがやっぱりファッション移り変わっていくものの楽しさじゃねえかなとわしは思っとるんで、もちろん一本筋が通った、メンズアメカジみたいなスタイリングももちろんいいんじゃけど、まあそういうのを言ってる方っていうのは非常にたくさんいらっしゃるから、もちろんこうそっちの方がターゲットが多いし、こういう SNS、YouTube、動画っていうフォーマットだったら回りやすい動画ではあるんじゃけど、わしが訴えてきてるのはもうそういう人たちがいっぱいおるから、こういう着方もどうだいっていうのがわしは、なんか皆さんにちょっとでも伝わったらええなと思って日々発信しようさせてもらえております。最初のコーディネートなんか出そうねえわ、一番それがいいんじゃ、今のおめえが来てるこのコーディネートが出せとか、いろいろ感想はあることじゃろうから、皆さんのご意見なんかもいろいろ聞かせてやってください。真っ向から、立ち向かわせていただけたんだと思うし、なんか中盤ぐらいがちょうどよかったな、やっぱり最後行き過ぎじゃなとか、いろいろご意見はあると思うんで、よかったら感想聞かせてやってください。このビフォーアフター出せとかにした行動を改善するっていうのが面白いなと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録もいろんならしく、じゃあ、これから少しずつ熱くなってくるから、なかなか着れるアイテムも少なくなってくると思うんじゃけれども、5月10、11、12の3日間は、わしがフィーチャーしてる日本の古着を中心に面白い古着もこれからもう着れるような古着がたくさん並ぶし、ジエンドさんのオリジナルラインあるかなとコラボしたオリジナルレザージャケットの受注も3日間限定で行う予定にしてるから、みんなぜひ遊びに来てやってください。よろしく。じゃあ、ほんだな。最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃ無限アパレル、通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネル。じゃよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけえな。ほんだな。